武部務は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。社団法人日米平和、文化交流協会理事。公益財団法人党は総研代表理事。公益財団法人全日本ボーリング協会、元会長。農林水産大臣、自由民主党幹事長。衆議院議員運営委員長を歴任した。衆議院議員の武部真は長男。 タレントの田丸真希は義理の娘。北海道斜里郡斜里町生まれ、父親は中華料理店主人。北海道斜里高等学校卒業後、早稲田大学第二法学部に進学。その後、三年時に進級する際に第一学部に転部し、1964年に早稲田大学第一法学部を卒業する。卒業後、三木は事務所に就職。 1971年、北海道議会議員選挙に、網走館内選挙区から出馬し、初当選。以後当選4回。4期目の人気途中の1983年、同議を辞職し、第37回衆議院議員総選挙に、旧北海道5区から保守系部所属で出馬するが、落選。その後、中曽根康弘派の幹部だった、渡辺道夫の治遇を受け、 1986年の第38回衆議院議員総選挙に再び旧北海道5区から自民党公認で出馬。選挙戦では渡辺の後ろ盾もあり、初当選を果たした。当選後しばらくは無派閥を通していたが、渡辺が中曽根派の代替わりにより自ら派閥を率いるにあたり、渡辺派に入会した。1991年11月。 自民党農林部会長代理に就任。1994年、羽田内閣総辞職に伴う主犯指名選挙において、自民、社会、先駆け3党は日本社会党委員長の村山、富市を擁立するが、元首相の中曽根や渡辺らは、猛反発し、旧連立与党側が擁立した自民党を離党して、立候補した回復都市への投票を呼びかける。 竹部も、党本部の決定に増反し、開府に投票した。1995年、渡辺道夫の死去を受け、同じ渡辺の側近であった、山崎拓を派閥領収にすべく、山崎派結成のために奔走する。小選挙区比例代表並立制導入に伴い、第41回衆議院議員総選挙以降は、北海道12区から出馬。なお、北海道12区は、全国で、 最も面積の広い選挙区である。2000年、第2次、森内閣不信任決議案に、加藤光一、山崎拓羅が賛成票を投じる動きが表面化した際、加藤や山崎の動向を率先して党内に触れ回り、森派会長の小泉純一郎を加藤派、山崎派の造反議員の中でも、とりわけ通列に避難し、この頃は、半小泉の旧戦法であった。結局、 野中文や小釜ことらが、党内の引き締めを図り、加藤らの増反撃は、失敗に終わる。2001年自由民主党総裁選挙においても、山崎派の中では派閥を挙げての小泉、純一郎支持の動きに最後まで反対したものの、結局派閥会長であり、小泉の盟友でもあった、山崎の意向を組み、小泉に投票した。第一次、小泉内閣で、 農林水産大臣に就任し、初当選から15年目で、初入閣。2003年、衆議院議員運営委員長に就任。2004年9月、自由民主党幹事長に就任。党内でも、竹部の幹事長企業を予想したものは少なく、サプライズ人事であった。2005年10月の党役員人事でも幹事長に、留任し、偉大なるイエスマンを辞任した。 第44回衆議院議員総選挙では、選挙対策の先頭に立ち、優勢民営化法案の採決に増反した議員に、党の公認を与えず、対立候補を送り込む選挙戦略を展開。総選挙後、2005年初当選組の教育係を、務める。ポスト小泉をめぐる2006年自由民主党、総裁選挙に出馬が取り沙汰されるも、不出馬。 幹事長退任後の2006年8月、ロシアサンクトペテルブルクを訪問中に、新人議員の育成を目的にした新たな議員グループを結成する意向を表明し、同年12月には新しい風を結成。なお、新しい風は純粋な派閥ではなく議員の集まりに、過ぎず、竹部も幹事長在任中以外は一貫して、山崎派に席を置いている。2009年の 第45回衆議院議員総選挙では、北海道12区で民主党の松井健康に初めて敗北を喫したが、超福利候補していた比例北海道ブロックで復活し、8戦2012年、次の選挙には出馬せず、引退を表明。地盤は長男である、武部真が引き継いだ。2018年春の叙勲で、朝日大受賞を受賞。2002年、 農林水産大臣在任中に発生した BSE 問題では問題を軽視して初動が遅れたことや不適切な発言が批判を受けた。特に感染源解明は落農家にとってそんなに大きな問題なのかや次々と BSE の影響が報道された後の記者会見ではそんなに慌てることはないです。またさらに BSE は発覚しますからとの発言や 5年も10年も前の責任を私が取らないといけないわけではないと辞任を否定したことから強い批判を受けた。なお、参議院では否決されたものの問責決議案が提出されている。ありがとうございます。